はい、こんにちは。野生デザイナーの西山幸恵です。今回は、サムネにもあるように割と大きめな豪華な、飾りを作っていきたいと思います。今までご紹介したスワッグの作り方プラス後ろの飾りということで、今回は前半と後半に分けてこの一つの動画なんですけれども、ちょっとご紹介していきたいと思います。で、前半の方はスワッグを作っていきます。で、後半の方は、バッグの飾りを作っていきたいと思います。で、分けることでスワッグはスワッグで飾ってみていただけたりとか、後ろの飾りは、他のスワッグとかちょっと見飽きてしまったなっていう時にバッグとして作っていきたいと思います。なので、よかったら前半または後半でご参考になればと思います。それでは早速材料と作り方です。まずはこちらのお花がいっぱいのマーガレットのようなお花ですね。はい、こちらは1本に6輪ついています。はい、商品名の方はガーベラブッシュ6輪になります。こちらを1束用意します。はい、次はこちらのローズですね。ローズでも今まで使ったローズではなくてちょっとレースが入ったものですね。こういうのもちょっと使っていこうかなと思います。商品名はレースフラワーのローズです。こちらも1本用意します。はい、次は濃い色のアジサイですね。こちらは初めて見つけた色だったので使っていきたいと思います。商品名はハイドレンジャーで重ねと書いてあるものです。こちらは2本用意します。はい、次のアジサイは前も使ったことがあるシリーズで、商品名の方はアンティーク調ハイドレンジャーです。こちらは1本用意します。はい、次はドライフーフラワーのシリーズです。こちら商品名はブロームグラスで2本用意します。あとこちらもドライフーフラワーのシリーズで、はい、商品名はミックスフラワーパンチです。こちらは1本用意します。はい、あとニッパーと1/2カットしたワイヤーと、でこちらはダイソーさんのもので3個で1パックになっているものです。で、まずはスワッグの方から作っていきたいと思います。はい、まずは準備をしていきたいと思います。はい、でドライフーフラワーの方は麻紐がついてるんですけども、こちらは使わないので、あとこちらも切っておきます。はい、で麻紐以外は特にカットもないのでこちらも置いておきます。はい、まずはこの2本をカットしていきます。で、全部こう寄せてしまうとお花をこう前に向けても重なってしまって見にくくなってしまうので、花の段差をつけて散りばめていきたいと思います。で、まずは一番長いお花を見つけます。するとこちらのお花ですね、こちらを一番後ろにしておきます。分かりやすいようにちょっとこんな風に別にしておきます。で、次にあまりこの遠く離れたところですね、こうグッと後ろ持ってくると大変なので、順番にこの2本を近づけます。で、この長いものより低いのでこのまま寄せて、こちらは切らずに置いておきます。はい、次に近いこの2本ちょっと段差をつけてカットしていきたいと思います。で、そのカットする場所なんですけれども、下をカットすると全部バラバラになってしまうので、このお花を1回抜きます。で、だいたい2センチぐらい下までカットします。はい、2センチぐらいですね。こちらは同じぐらいにしてしまうと横並びなので少しだけ下にします。このお花よりも1センチぐらい下ですね、こちらでカットします。で、ここに先ほどのお花を刺します。で、次ですね、こちらのお花は一番低くしたいので、まずは葉っぱをグッと一番下まで持ってきます。で、抜きます。こちらよりも低くしたいので一回こちら抜きます。で、少しだけ下にして、はい、こんな感じですね。スワッグの場合には重ならないように調整していきます。で、他のお花で代用するときにこの根元を見るようにしてください。まずこう抜けるということと、枝がまっすぐということですね。ちょっとポコッと出てて、そこにこの額が引っかかってるっていう場合にはカットしてしまうとスカッと抜けてしまうので、ここが
全部同じ太さということを確認して使ってみてください。はい、でこちらの方も同じようにしていきます。一番高いお花を見つけて別にしておいて、次の2本ですねこう引き寄せておきます。でそうすると今度はもう少し差をつけたいので、こちらもカットしていきます。まずお花を抜いて、こちらは少しだけの段差でいいので1センチぐらいカットして、またこちらでも段差をつけます。でお花を戻して高さを確認します。で次はこちらの2本ですね。はい、こんな感じでカットして、はい、お花をつけておきます。はい、こちらの順番でつけていきたいと思います。あとはもう組み合わせるだけなので簡単に仕上げていきたいと思います。で同じぐらいの高さに重ねるんですけれども、こう重ねてしまったりとかあまり離れてしまうとバラバラしてしまうので、この内側の1本の枝同士が重なるぐらいで、あんまり枝を寄せすぎるとまたこちらの葉っぱが重なりすぎてしまうので、ここは親指で挟む感じで持っておきます。で次はアジサイの濃い色です。右手にこれを持ってます。で高さなんですけれども、この葉っぱの先端から5センチ下ぐらいのところに置いておきます。で次にガーベラを真ん中に入れます。でガーベラはドライフーフラワーのちょっと先端が見えるぐらいにしておきます。こんな感じですね。次にこちらのローズですね。ローズは左手に持って、でその時にガーベラの先端よりも低くなるようにします。で調整の方は最後にするので、このぐらいで大丈夫です。で次にこちらアジサイの薄い色ですね。こちらを右手側に重ねます。この時に結構ガーベラを押し付けてしまうので、葉っぱの方は後ろにして、このアジサイの首のところをクッと曲げて入れると、ガーベラを潰さないで入れることができます。であとアジサイですね、こちらも同じようにこう入れると潰れてしまうので持ち上げて、でちょっと段差になるように斜めにしていきます。であとこちらのドライフーフラワーですね、こちらもクッと持ち上げて、でこの隙間に入れるようにしていきます。であとはちょっと整えていきます。でガーベラですね、ガーベラの方はこう飾った時に見えるようにしたいので、この首の部分をクッと曲げます。はい、で組んだ後にちょっと高いなと思っても全部結んだ後にやっていきますので、このままにしておきます。はい、形が決まりましたので、ここは麻紐で留めていきたいと思います。で麻紐の方は1メートルぐらい用意して半分に折っています。で輪っかの方を親指で、はい、押さえておきます。で1周したらここに先端を下から通します。でキュッと引っ張って輪っかを詰めます。でこのままぐるっと回して、で普通に固結びを1回します。だいたい10センチから15センチぐらい残して固結びをして、この固結びを中心に2つに分けて、こちらはこう余った部分は1センチぐらいまでカットします。はい、こんな感じにしておきます。で今回はお花自体がそんなに大きくないので、こちらも短いものに合わせていきます。でこちらですとちょっと短すぎるので、この枝に合わせてカットします。はい、今回は太いワイヤーが入っている枝が少なかったので、割とスムーズに切れました。はい、このぐらいの高さに合わせてカットしました。でこちらは麻紐でリボンを大きくして、これだけで楽しんでいただいてもいいですし、今回は後ろの飾りをつけるので、そちらもやってみたいと思います。はい、それでは次は後ろの飾りを作っていきたいと思います。でそちらの材料をまずはご紹介します。
まずはこちらですね、アイビーなんですけれども、葉脈といって葉っぱにちょっと筋が入っているもので、明るい色も入っていて、結構コントラストが綺麗だなと思って選んでみました。はい、商品名の方が、グリーンバインのシリーズでアイビーです。はい、次はこちらですね、グリーンバインシリーズで、ナチュラルというものですね。で、以前も使ったんですけれども、こちら葉っぱの先がちょっと白っぽくなっていて、おしゃれな感じのツルのグリーンになってます。こちら2個用意します。はい、で今回の土台なんですけれども、こちらのまたキッチンマットを使っていきます。商品名の方はペーパーマットです。こちらは、キッチンのコーナーにありますので、キッチンマットのところで探してみてください。あとこちらのマットだけですとちょっとペコペコしてしまって、飾りにくいかなと思うので、土台をつけていきます。はい、こちらのネットをつけていきます。商品名はアイアンでアンティーク調ネットという商品名になってます。こちらのマットにグリーンをつけて、あとスワッグもつけて完成にしていきたいと思います。はい、まずはこちらのマットをネットにつけていきたいと思います。で、ワイヤーの方なんですけれども、白いワイヤーを持っている方はつけていただくと目立たないんですけれども、この茶色いワイヤーでもあまり太くないので大丈夫です。つける場所もちゃんと決めてやれば目立たなくなりますので、角の4箇所と間の2箇所ですね、こちらをつけていきます。で、2分の1カットですとちょっと長くて、4分の1カットにしていきます。こちら6本用意して、はい、こちら U ピンにして、でまず真ん中になっていることを確認してこちらにつけます。で、ずれてしまうかもしれないので 2,3 回巻いたら仮止め状態で角だけ全部つけていきます。はい、4箇所まずつけて、こちら固定していきます。はい、固定するときは裏側でゆっくりと固定します。そしたら今回はちょっと後ろでぐるぐるしてしまうと前から見えてしまうかもしれないので、ねじり終わったところですねのところでカットします。で、ちょっとこちら上を向いてしまっているときには指で折り曲げておきます。で、あとこちらですね、この部分を留めます。で、こちらネットの方を表にして下からこう通すとやりやすいですね。はい、こんな感じでつけました。で、グリーンの先端のこの針金の部分は取っていきます。で、アイビーの方は枝がつながっているので、はい、ここをカットします。はい、で2本つながっている状態です。今こういう形でなっているので、飾る時にはここが上になります。で、こちらのマットのこう片側にこうちょっと丸くつけていくんですけれども、このネットの終わったところぐらいですね、ここにアイビーの先端がつくようにするので、ここから丸くつくようにしていきます。で、こちらの方もそんなに枝が太くないので4分の1カットのもので使っていきます。4分の1カットを U ピンにしてこの先端に通してちょっとひねっておきます。このネットの終わりのところですね、角に当ててつけます。何回か回したらさっきと同じように短めにカットします。で、このアイビーのフックのところを少しこうマットに引っ掛けたりすると結構グラグラしなくなります。はい、で次に真ん中ぐらいのところにまたワイヤーでつけます。長い方だけつけました。短い方はこうブラブラつけないで、で一番下もつけます。はい、一番下の方もこうカーブするようにつけてみました。で、あとはこちらのグリーンで丸く円を描いていきます。で、この先端が隠れるようにアイビーの下に入れて、でまたワイヤーで3箇所ぐらいつけていきます。
今2本つけました。で3本目なんですけれども、こちらの方もつなげてつけるんですけれども、この終わりより10センチぐらい手前でまた重ねながら丸くつないで、アイビーに引っかかるようにこちらの方も重ねていきます。はい、出来上がりました。で、こんな感じでグリーンを周りにつけて、いろんな飾りに応用できるようにしてみました。まず今回作ったスワッグを重ねてみたいと思います。はい、こちらですね、スワッグと、背景になるこちらのグリーンのマットですね、こちらを重ねると、はい、こんな風になって、はい、こちらのスワッグですね、以前作ったスワッグで、でこちらを重ねると、はい、こんな感じで豪華になったと思います。はい、あとこちらのリースも、でリースの方も、ちょっとグリーンが少なくて寂しいなという時には、見え方が違うので、ちょっと飽きてしまったなっていう時にいいかなと思います。それでは全部壁に飾ってみたいと思います。はい、で先ほどのスワッグの方の麻紐のところに、また新しく30センチぐらいにカットした麻紐を輪っかをつけて、一回この下で結んで、上でまた結んで飾っていきます。はい、高さもちょうどよく収まりました。こちらのリースの方も、こちらの方はもともと下にグリーンがあったので、そちらと一緒に絡めて豪華にしてみました。いろいろなスワッグでよかったら作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録はまだの方はぜひよろしくお願いします。